はい、木の店三目です。今日はですね、この根塚っていう木なんですけど、もうね、あれなんですよ。いつもは生地の状態にオイルを塗装する動画、多く配信してるんですけど、これはもうすでに、オイルが、塗られていて、もう出荷なんですね。実はもう売れているもので、でこれに仕上げの、フロアクリアというワックス分の強いのを今から、塗っていくので、あまり、ね、配信したことがなかったんですけど、お相撲カラーの、2回目3回目の、塗りですね、のうちの2回目を今から、塗っていくんですけど、その辺の、濡れ色というか、塗装のこう感じを、見ていただきたいので、ちょっと今回こういった動画を用意しましたので、じゃあ塗装の方お願いします。これはサイズはですね、2300の長さで、幅が、この辺のね、ぐっと狭いところはもう20センチくらい、その辺からだいたい35センチくらいですね、35センチから37センチくらいがこうずっときて、この辺の広いところで、この辺が40センチという、だいたい35センチ平均の一枚板になりますね。で、厚みが3センチですね。結構、そんな厚くはないです。だけどこれ根塚っていう木はなかなか素性というか、あんまりね、大きく動く木じゃなくて、すごい優秀ですね。すごくね、この目摘みもいいし、これはなんかはね、芯からも遠い木なんですけど、いわゆる、これはベース木なんですよ。の日本のベース木っていうと、なんか変な言い方になってしまいますけど、ベース木って根塚なんですよ。で、ベース木って杉って言いますけど、杉じゃないんですね。ヒノキ科なんですね。ヒノキ科の、クロベ族っていう、そういったね、杉とはちょっと違う。でも木目はね、杉に似てますよね、すごくね。ヒノキには見えませんよね。それでベース木って言われてね、ベース木が、アメリカのね、根塚はベース木って言われて、そっちの方が有名になってしまいましたね。レッドシダーですよね、はい、これはベース木、アメリカ産じゃないですね。日本の根塚になります。岩手県で取れた、これは秋田のね、名木市場で、もう10年ぐらい経つのかな。もう結構前に仕入れたやつで、ずっと残ってたんですけど、はい、まだこれに、ね、近いのがまだ何枚か残ってたので、そのうちね、仕上げたら商品欄にね、アップできるかなと思いますけど、これは納品先がもう決まってましてね、お客さんの方にこれから出荷されるんですけど、どうやら話を聞くと、テレビの、カウンターですね、テレビカウンターに使われるようですね。これに足をつけて、足の上に乗せる形なのか、ここに、ね、テレビが乗っかるという感じで、なんかすごく雰囲気ね、いい感じの、テレビカウンターになりそうですね。すごい、本当ね、この根塚ってすごく私も大好きな木の一つで、樹齢も高いですしね、もう木とね、あと節もね、一個一個がすごく大きくて、でやっぱり水に強いですよね。赤みがベース木がね、ウッドデッキになる、外壁とか使われるのね、分かりますよね。やっぱり赤みは特にね、これも水にも強いですし、本当に優秀な木で、でこれだけ薄くてもね、本当に動きがほとんどなくて、はい、形もね、面白いですし、はい、すごく雰囲気があって、いい木かなと思います。はい、でこれは今2回目、オイルを塗ったところですね。ほんの少しね、やっぱりちょっと濡れ色が出てきた感じはするんですけども、
またこれをあと、今日は下でさらにまた乾いたら、もう一回塗って、出荷をする、感じになります。はい、そういった感じで今日はですね、植物油のオスモカラーの、まあ、仕上げの2回目からの、ね、塗装を、ちょっとしてみました。はい、ご視聴いただきありがとうございます。